さあ、それでは舞台上の準備も整ったようです。今日1日目、盆踊りの最後の曲です。河内男節です。さあ皆さん、にぎやかに踊りましょう。本日第1日目の盆踊り、たくさんの方にご協力いただきました。そして舞台の上で踊っていただきました東舘かがやきの会の皆さん、そして真砂郷五丁目町内会の皆さんに大きな拍手をお送りください。ありがとうございました。で、盆踊りはまた明日もありますので、
もう今日でこれで味を占めた方はぜひぜひまた明日も踊ってください。お願いいたします。会長の久保田よりご挨拶申し上げました。長いコロナのトンネルを抜け出て、そしてこの政子の皆さん、自然にこんなにたくさんの方にお集まりいただきまして本当にありがとうございました。ください。そして今日以上の大きな輪で盆踊りを踊っていただけたらなと思います。最後に言っていただきました千葉神楽太鼓の皆さん、ありがとうございました。どうぞ皆さん今一度大きな拍手をお送りください。最初から最後まで力強く、そしてリズミカルに、そしてキレッキレの音を聞かせてくださった皆さんです。ありがとうございました。あ、そして